お子さんが誕生されて乳歯が生え揃ってくる3歳頃までの間は心身の成長とともにお口の中の変化もとても大きい時期になります。お子さんの成長とともに歯はいつ頃から生え始めてくるのだろう、歯が生えてきたら歯ブラシはどうしたらよいのか、歯ブラシの時になると泣いてしまうんだけれど歯ブラシの当て方はこれでいいのかな、など歯のこと歯ブラシのことに関しての疑問も生まれてくると思います。歯ブラシを進めていく上でのポイントを6つの時期に分けて今後シリーズでお伝えしていきたいと思います。今回はお口周りとお口の中のマッサージについてお話しします。お子さんが4ヶ月児健診の頃になると保護者の方も歯磨きのことなど気になり始める頃と思います。健診の場でお話ししている内容になりますが、皆さんが気にしている点についてまとめてみました。1. 歯の生え始めてくる時期。歯の生え始めてくる時期は生後6ヶ月から7ヶ月頃のお子さんが多いようです。歯が生え始めてくる場所としては下の前歯から生えてくることが多いですが、上の前歯から生え始めてくるお子さんもいます。乳歯が生え始めてくる時期、場所や本数などは個人差がありますので、あくまでも目安として捉えていただき、多少違っても気にする必要はありません。 2. お口を触ること、触られることに慣れるための時期。歯が生えていない時期なのにお口の中を触ってもいいの？と思われるかもしれませんが、お口の周りはとても敏感な場所のため、歯が生え始める前から仕上げ磨きを始めるための準備としてお口周りや歯茎を触ることを少しずつ始めていきましょう。これは脱感作といって、触ってあげることで徐々に敏感さを緩めていくためのものです。足や手の先から触り始めていきましょう。3. 仕上げ磨きをする際の姿勢に慣れておくための時期。お子さんを仰向けの姿勢にするとお口の中もよく見えます。首が反りすぎてしまうとお子さんが苦しくなってしまうため、母の足首を枕にすると首が安定します。姿勢も確認してください。お子さんは触られること、保護者の方は触ることに慣れておくことで、これから始まる仕上げ磨きにつながっていきます。4. マッサージの方法について。マッサージを始める前は手を洗ってから始めてください。触る順番ですが、足の先の方からお腹の方に、手の方から肩のあたりにと徐々に触る場所を動かしながらお顔の方へ移動させていき、最後にお口周りを触ってあげてください。いきなりお口の中を触るのではなく、頬を手でくるむように触ってから手を離すなど何回か行ってみてください。その際に人差し指を使ってマッサージをするので、お顔周りのマッサージの際には人差し指以外の残りの3本の指でマッサージするようにすると、何度も手を洗ったりということをしなくても済みますので、参考にしてみてください。鼻の下のところをマッサージしていただきたいのですが、上唇と上顎をつないでいる筋があるため、あまり強く触ってしまうとお子さんが嫌がってしまいますので、指で優しく触るところから始めてみましょう。次にお口の中を触っていきます。人差し指の腹で手前から顎に沿って動かしていきます。ゴシゴシする必要はありません。軽く触りながら動かすようにしてみてください。まず下顎から触り始めて、次に上顎を触ってみてください。上顎を触った後に上唇を少しめくってみると、筋、上唇小帯が見えます。ここは強く引っ張りすぎると嫌がってしまうところなので、軽い力でめくってみてください。上唇をめくれるようになっておくと、上の前歯の仕上げ磨きをする際にガードがしやすくなります。4ヶ月健診の頃は手に持ったおもちゃを舐めたり、自分の手をお口に入れたり、さまざまなものを口に入れ確認する時期になるため、この時期を利用して赤ちゃん用の歯ブラシを手に持たせてあげてみてはどうでしょうか。赤ちゃん用の歯ブラシを選ぶときは、お子さんが喉をつついたりしないように工夫されている歯ブラシにしてください。最後に
仕上げ磨きの姿勢はお子さんにとって普段あまりしない姿勢なため、笑顔でお口を触るよ、気持ちいいねなどお子さんの顔を見ながら声掛けをしてください。スキンシップの一つとしてお子さんのご機嫌が良い時間に触ってみてください。次回は8ヶ月頃のお話になります。